皆さん、こんにちは、モノモースです。今日は、ニュースで取り沙汰されている芸能界の闇、とも評される騒動について、私なりの意見をお話ししていきます。まず、この問題の発端となったのは、ある超高級ホテルで、後輩芸人に女性を集めさせたとされる飲み会の報道です。そして、その後輩とされるのがスピードはゴンオザワ・カズタカさん。彼に関する剣道小林さんのラジオ発言は、後日、ホリエモンさんの猛火にさらされました。さて、私の主張ですが、この一連の騒動については目に見えない、芸能界のルール、や圧力は関わっている可能性があるとか、 考えますそして、私たちは一般人として、その全体像を見極めることが難しいのです。具体的な事実としては、ケンコバさんがラジオで言及した内容は、今回の件は表面化する前のもの。彼の発言はおそらく、業界内での冗談めいた通話だったのでしょう。しかし、ホリエモンさんはその発言を大きく釈然はわからない。詳細が明かされることは少なく、我々はしばしば片側の話や切り取られた情報によって、先入感を抱きがちです。反論として、一部の人々は、このラジオ放送は当事者たちの希望症を示唆していると指摘しています。 私、ホリウモンさん自身もイベントへの出席者として誤解を受けていることに対して怒りを感じているようです。結論を言うと、この事件はやはり情報不足から来る誤解が原因であり、私たちはこれを教訓に、真実が明らかになるまでの避難や断定を控えるべきだと考えます。簡単に言えば、知らぬが普通ということ、知らなければ悩まないし、憶測で人を傷つけることもありません。今日の話で一番伝えたかったこと、それは私たちが情報をどう扱うかが重要だということです。疑問を持ちつつも、事実が全て明らかになるのを待ちましょう。それは最も 平で社会にとってプラスになるはずですありがとうございました